今回はテニスュークイズを行っていきます。難易度は星2つ。皆さんは答えられるかな今回のお題はこちら。<noise> 浅くなったボールを赤い人が追いかけました。この時に黄色の人はどこに立ったらいいでしょう 正解はこちら正解はこの位置です。赤色が完全にコートの外に追い出されたので、頑張ってもアレーぐらいしか取ることができません。そして赤色の返球していく場所は、ストレートかセンターかストレートロブぐらいかなと思うので、黄色の人は左側のアレーの方向は守らなくても良くなっていきます。なので、今黄色の位置が立っているようなセンターの位置に立って、 センターから赤色が動いてできたオープンコートを守るような形で待っています。なので結果としてここに打たれたボールに対して対応することができました。けども結果としては難しいところにあげましたが相手のバックハイボレーにやられてしまいました。最後に投資でもう一度見てみましょう。皆さんは正解しましたか今後もテニス IQ クイズを出していくのでぜひトライして皆さんのテニス IQ を高めていってください。